はいどうも、アルティメット工房のサミです。今日は早速こちらポテト2月号を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。表紙はスノーマンの皆さんです。このね、一番下にも書いてあるんですけど、ストーンズスノーマンデビュー1周年記念スペシャル企画っていうのがありますので、ストーンズスノーマンのファンの皆様はぜひポテト2月号お手に取ってみてください。また外出をしなくてもこの動画の概要欄の方から購入できるリンクを貼ってありますので、そちらからチェックしてみてください。アルティメット工房はキング&プリンスを推していますので、キング&プリンスのページを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まず20ページ、布をねファサってやってるんだけど、この布がメンバーカラーになっています。クエスチョン4つあります。このクエスチョンに対するアンサーぜひ読んでいただきたいので、私がクエスチョンにお答えします。まあこれ雑談みたいな感じで聞いてください。クエスチョン1、追い風を感じたエピソードは。追い風を感じたエピソードって言われると特にないんですけど、7700人の方が私のチャンネルを登録してくださっているというのは、冷静に考えたら相当すごいことだと思うんですよ。当時の目標だった1000人っていうのを大幅に超えていますし、1000人っていうだけでもすごいのに7000人みたいな。私自身生活はあまり変わっていないので、正直大きくなったっていう実感はあまり湧いていないです。チャンネルを登録してくださっている方が増えたからといって、全く視聴者さんからいただいた LINE を返さないとか、そういうこともなく通常通り今まで通り過ごしているので、チャンネルが大きくなったっていう責任は感じていますけれども、実感はあまり湧いていないっていう感じですね。ただ追い風を感じるっていう点では、お手紙企画をした時にキング&プリンスとは関係ない私の企画なのにもかかわらず、たくさんの方が応募してくれて、私からのお手紙が欲しいと言ってくださる方が多くいたので、そこは本当に嬉しいエピソードの一つです。クエスチョン2、逆風に負けそうな時の対処法は。今日は無理って思ったらスパッとやめることですね。結局自分がやりたくないことをやるっていうことはストレスにもつながるし、うまくいかないことの方が多いので、だったらまた気が乗った時にこれをこなそうっていう風に自分の中で決めていればいいと思います。逆風に負けるというか、逃げる、避難するっていうのが自分の中でも大事になってくるんじゃないかと思うので、無理をしない、寝る。以上。クエスチョン3、好きな〇〇風は。これ難しいんですけど、平野くんはドライヤーの熱風っていう風に言っていますし、岸くんは風神雷神像っていう風に言っているので、風とか風がついていればギリセーフっていう質問ですね。え、これなんだろう。サイゼリアのミラノ風ドリアしか思い浮かばないわ。クエスチョン4、2021年の抱負を英単語で表すと。私も平野くんと同じフリーですね。ようやく去年仕事を辞めて、コンサートも好きな日程、好きな公演に行けるって思ったのに、コロナウイルスが蔓延していってしまって、結局コンサートもオンラインになってしまいましたし、2021年こそはもっと自由にいろんな公演にも行きたいし、コロナが収まれば皆様にも会いに行きたいし、インタビューとかもしたいし、外ロケもしたいしっていうような野望はたくさんありますね。なので英単語で表すと今年もフリー。次の21ページは岸優太くんのソロのページなんですけれども、まあ、クエスチョンは同じです。たださ、この岸くんの顔がさ、岸くんっぽくないというか、堂本剛さんに表情が似てる感じがするの私だけでしょうか。続いて22ページは永瀬廉くんのページですけれども、追い風を感じたエピソードに、ゲームのバトル中敵と立ち回りになって、相手の後ろを面白いように取れて倒せた時は嬉しいっていう風にあるので、これまだエイペックスやってるんじゃないかなって私思いますね。好きな〇〇風、博多風。あ、博多風か。博多風もあるね。確かに博多風とか書かれるとちょっと弱いかもしれないですね、私も。そして永瀬くん、チェックが似合うんですよね。アイプロミスの衣装もチェックのコートだったじゃないですか。ミュージックビデオでひざまずいて手をこう伸ばすところ、プロポーズをするっていう振り付けのところで、コートを踏んでて手がこう
こうなってたのがちょっと面白かったですね。まあ本人もそのエピソードをお話ししていたので、もう笑い話に変えていいエピソードなんじゃないかと思います。高橋海人くんの好きな〇〇風、来ましたよこれ。レストランでよく〇〇風ドリアみたいな名前がついているメニューがあるよね。あれおしゃれ、特にミラノのやつはやばい。どこがどうミラノかはよくわかんないんだけど、そうよくわかんないんだけど、とりあえずそれを頼むと洗練された気分になっちゃうところ、そうなんですよ。ミラノでドリアを食べたことがないから、どこがミラノ風なのかっていうのはわかんないんだけど、頼んだ時にあ、これがミラノかみたいな感じの気持ちにはなるよね。そのうち俺もミラノ風高橋海人って芸名にしようかなって言ってます。高橋くん自分でもエキゾチックな感じって言っていたから、それと近いものはあるんですかね、ミラノ風っていうのは。にしてもこの高橋くんのビジュアル最高だな。神宮寺くんの追い風を感じたエピソードは、バイクに乗ってる時、アイプロミスでもバイクに乗っている姿映されていましたけれども、かっこよかったですよね。あんな感じでバイク乗ってるのかって思ったら、また違う一面が見れた気がしました。続いて108ページに、岸くんと神宮寺くんの舞台ドリームボーイズ、12月10日公開舞台稽古、東京帝国劇場、岸と神宮寺が2年連続で主演を務めるドリームボーイズ、2時間ノンストップの新生ドリボとして生まれ変わった濃厚な舞台を、美少年セブンメン侍の活躍と合わせてお届けします。私落選組なので去年の舞台も見れてないですし、今年ももちろん落選したので見れてないんですけど、たくさんのシーンが載っているので、ここだけでも写真のカットとしては1ページに13枚載っていたり、どんな舞台なのかっていうのが書いてあったりもするので、舞台見に行けないという私と同じ落選組の方はここのページ絶対見てほしいです。この舞台ドリームボーイズのページは4ページもございますので、ダブルユータ担当の方絶対絶対見てください。143ページはみ出しポテト、今月も未公開カットや取材の裏側ショットがたっぷり、めでたく誕生日を迎えたアイドルたちのお祝いの様子も一緒にお届けしちゃいます、ということで King&Prince は144ページの一番上のところに載っています。近くにいたい King&Prince、 布をなびかせクールな表情をお願いするも、たまに笑顔が混ざる平野、そんな飾らない表情を採用したので、アザーではかっこいいバージョンをお届けします。ピンナップ撮影前、位置につくとすぐにポーズと表情を決める岸、そこへ永瀬、高橋、平野が集まり、おしゃべりしながら最後の神宮寺を待つ姿が、さらに高橋が撮影した自撮り写真をすぐに平野に見せたり、いつでも気がつけば近くにいるキング&プリンスなのでした。で、永瀬くんインタビュー中こう頭をかいてる写真があるんだけれども、芸人さんも言ってたけど、番組のインタビューとか本当にめんどくさい、大変っていう風に言ってたんだけど、私ね意外とインタビュー答えるの好きなんですよ。聞かれて嫌なことってあんまりなくて、隠すことっていうのも全然ないので、素の自分をここで出してる気がします。続いて150ページの永瀬廉が命名、取れたて King&Prince、 読者からの相談に答える騎士のコーナーの特別版や、趣味が合うという平野×神宮寺ペアの実験室を、騎士&神宮寺に起きるデジャブを見つけてね、毎回恒例の自撮りでしりとり載っております。それな騎士くんのお悩み相談室特別版、今月は読者からの相談を、未知との遭遇を果たしたような顔の騎士、どう答える？このメガネ似合うじゃん。なんかガキ使でもありましたよね、今回のラスベガスのやつで。お悩み内容は、トイレットペーパーを引き出すとすぐちぎれてしまいます。何が問題なのでしょうか。シングルだからかなと思い、ダブルに変えてみても3センチぐらいでちぎれます。毎朝慌ただしい中でもがいている私に救いのアドバイスをください。まあ、これ岸くんも回答してるんですけど、多分蓋が重いんですよね。トイレットペーパーのこの蓋とトイレットペーパーの密着度がすごいあるので、引き出してもちぎれちゃうっていうのが発生していると思います。辛口も甘口も全部含めて俺、もしもしねんねんあのねのコーナー、永瀬の恋愛トークにキュンとする女子多発中、メールより電話派の彼は一体どんな会話をするのでしょう。リアルな回答に恋して、今回は
好意を寄せられて気になっている子から電話です。最近猫を飼い始めたの。ちょっとツンツンしてて、でも気を許した人にはデレデレで可愛い子なんだ。レンレンっぽいから会わせてみたいなっていう風に彼女から電話がありました。それに対して永瀬くんは、猫か、人様の猫にあまり興味はないけどって思いながらも、猫を2匹になるけど大丈夫？2匹になるの？じゃあ行かないって言われるんですよ。心の中で猫の毛が服につくの嫌やな、どの服で行こうかなっていう風に考えてるらしいですね。ここのポイント、行く行かないのやり取りを何度か繰り返して、結局はお邪魔するよ。うち猫2匹いるので、永瀬くんが来た場合は3匹になっちゃいますね。続いて4時正午時点、ランダムに選出したメンバー4人をお題に沿って漢字に当てはめ、四字熟語を完成させるコーナー。新しい一面も見えてくるかも。今回のお題は移動車の中での過ごし方。選ばれたのは神宮寺くん、高橋くん、永瀬くん、岸くんが今月のメンバーです。神宮寺くんは喋る、高橋くんは騒ぐ、永瀬くんは静か、岸くんは見る、観覧の観ですね。なんかさ、永瀬くんラジオでこの話してなかった？高橋くんと岸くんがうるさかったんだっけ？でも本当にこういうイメージありますね。続いてめちゃくちゃ当たるカイトの気まぐれ星座占い。高橋が今月の運勢1位と12位を発表。タイトル通り気まぐれだから何が出るかは気分次第。今月のカイト的運勢第1位は水亀座の皆さん。今月のカイト的運勢第12位は天秤座の皆さんです。ですがラッキーアイテムも書いてありますので読んでみてください。国民的彼氏神宮寺の彼氏の隣、メンバーが彼女目線で彼氏を撮影したよ。あなたも彼女目線で楽しんで。今回のタイトルは振り向き様です。カフェで壁があって隣同士で座るとかあるじゃないですか。あそこで彼女が撮ってる神宮寺くんって感じのアングルです。ちなみに今回この神宮寺くんを撮影したのは平野くんのようです。2人で起こす化学反応ペア実験室。引いたカードに書かれたことにメンバー2人が挑戦し、テンションやコンビネーションを検証。今月は平野と神宮寺が化学反応を起こします。今回はこの2人がにらめっこをするっていうペア実験室ですね。そしてお互いにクエスチョン。もし家族だったら相手の族柄は？クエスチョン2。もし異性だったら恋に落ちる可能性は？クエスチョン3。相手の好きな一面は？クエスチョン4。相手のここが欲しいについてお互い答えてくれています。はい、ということでポテト2月号キング&プリンスのメンバーが載っているページは全部で11ページありました。エンディングの後にはピンナップを紹介していきます。以上、アルティメット工房のサミでした。はい、それではピンナップ、真ん中にある2つ折りサイズのピンナップは橋本涼さんと井上瑞希さんのお二人となっています。この一番端っこにも書いてあるんですけれども、テレビ裸の少年見破れ嘘つき3、そしてザ少年クラブ、大河ドラマキリンが来るっていいんですかね、はい、それに出演しているみたいなので、こちらもお二人が選ばれているみたいです。個人的に井上瑞希くんの口元がすごい可愛いなって毎回思ってます。私の好きなシンガーソングライターの方にすごい似ているんですよね、井上瑞希さんって。そして裏側はキング&プリンスの皆さん、縦のピンナップですね。今回の衣装はこんな感じでした。ね、これ見てほしいんだけどさ、永瀬くんやっぱりチェック似合いますよね。秋とか冬が似合うのよ。はい、そして四つ折りのピンナップはジャニーズ WEST の皆さんです。ジャニーズ WEST の皆さんは週刊うまくいく曜日、パパジャニー WEST、 あなたの代わりに見てきます、リアトツウエスト、こちらに出演しているということで、もう白シャツにジーンズ、超絶シンプルな衣装ですけれども、個人的にこの衣装のイメージが強いのは重岡さんなんですよね。重岡さんってこういう格好すごく似合いませんか？24時間テレビも上はシンプルにデザイン T シャツじゃないですか。それがすごい重岡さん似合っていたなっていう印象がすごくあります。裏側はスノーマンの皆さんです。岩本照さんの髪色髪型、これ私の理想ですね。私が男性だったらこういう髪型髪色にしたい
ていう理想形を今彼が叶えてくれています。女でも短髪できるんですけど、私ね丸顔なんですよ。でこの頬のここが出てるので、ここまで短くしちゃうとかなり顔が丸いっていうのが強調されちゃうので、短いのあんまり似合わなくてですね、今までもこの肩とか肩につくぐらいの長さで短くはしたことあるんですけど、なかなかねここまで短くするっていうのは難しいですね。なので男だったらこういう髪型したいっていうのを岩本光さんが叶えてくれています。で見て、短いの似合わなくないですか。でこれをねちょっとこう伸ばす方が私まだマシなんですよ。どうですか、このくらいの長さだったらまだいける。こうやって丸みを帯びた感じがいいんですけど、短いとね外跳ねするんだよね私。でまたこのくらいに切ってみようかな。ということでピンナップもご紹介いたしました。ポテト2月号1冊760円税込みとなっています。それではまた次の動画でお会いしましょう。このくらいの長さどう思う？